東京ドームからお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。さあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。さあ、チャンスが続きます。さあ、初球は何か、はい、初球フルスイングですが空振りです。次が2球目、打った、高く上がった、頭上ぐんぐんだ、入った、先制のスリーランホームランです。ジャイアンツ、白球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。ジャイアンツが先制しました。3対0、見事な一発が飛び出しました。ベンチ前ではチームメートがこのポーズで迎えて祝福しています。試合を制したのは読売ジャイアンツです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか？まあ、回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中、見事勝利を収めています。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物、落とし物のないよう、もう一度お手回り品をお確かめの上、足元に気をつけてお帰りくださいませ。